にちは。今日は移動翌日ということで、午前中はのんびりしながら YouTube ライブなんかもしつつ洗濯などをして、午後からジャックと2人で1時間のリカバリーライドへ出かけました。30分ぐらい走って折り返す1時間のリカバリーライド定番のコースへ行きました。オランダでのレースのことだったり日常の話など楽しく喋りながら、あっという間に1時間が過ぎました。16時半からスタートしたのですが、日が落ちるのが遅いのでこの時間からでも1時間ぐらいなら余裕で走れます。退勤時間や下校時間とかぶっていたので、普段より少し車が多かったですが快適に走れました。普段ジャックが行っているスイミングプールが意外と近くにあったのですが、知らなかったです。体育の中で水泳が最も苦手というほど泳げないので、多分プールに行くことはないと思います。明日の予定を確認して今日はここで別れました。今日の動画は1時間の回復走の動画でしたが、もしよかったなと思ってくださる方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた明日。